芸能界は、先輩かなと思ったら後輩だったり、後輩かなと思ったり、先輩だったりするから、基本的に敬語から入るよ。どうも、始まりました。ゴージャス動画です。私がゴージャスでーす。アシスタントは河野まりかでーす。まりかでーす。たまーにすっごい若い先輩ね。はい、はい、います、います、うん。子役からやってました。あれ、でもゴージャスさんでいるんですか？結構長いですね、ゴージャスさん自身が。言っても、サナの方が先輩になっちゃって。あ、そっか、こんな身近に。あいつ子役からやってましたっつって。ああ、そうでしたね。もう芸歴23年か。ああ、俺2年先輩だ。うわー、長ーい。そうなっちゃうから。逆に言えば23年前からお仕事してたってことですよね。だから23年間売れてないやつの頃問題だから。いやいやいや、売れてるか売れてないかっていうのはね、大事ですけど ね、うん、多分外見で、あ、これ後輩なんじゃないかなとか思って、ちょっと上から行くとちょっと危険なんで、皆さん芸能界入る場合は基本的に敬語ですね。ということで、じゃあクリアー。はい、今日一体何やるのかな。はい、今回はカジュアルゲームに挑戦していただきます。まはい、ブロック崩して。これは野田ゲーかい。これはこれは野田ゲーですね。野田ゲーしてる。野田ゲーっていうのは今年の R1 グランプリ2020っていうのがこの間やって、はい、優勝したのがマジカルラブリーの野田クリスタルっていうやつのね。おお、そいつが作った、プログラミングして作った。すごい。作れる方なんですね。作れるやつ。でそいつはもう俺ともう15年前ぐらいから知り合いで。あら、で年もね、当時俺が27歳25ぐらいの時に、うん、もう全然高校卒業して20歳ぐらいと、学校へ行こうって番組の高校生の視聴者とかも出てて、マリから始まるリズムに。ちょっとちょっとわかんないですね。あ、違う、違う、学校へ行こう、あのみんなーってやる、屋上から言うやつ。あー、お互いすごい記憶がね。それ出てたりとかして、はい、なんかちょっとそれこそ割と年は下だけど同期ぐらいの位置づけの。じゃあすごい嬉しかったんじゃないですか、親戚というかね、なんか、うん、でその時にもう俺がその時若かったから、はい、野田がコンビだったと一回解散してピンになったのね、はいはいはい、その時にR1 グランプリその時もあったんだけど、うん、なんかねマニアックなことやって、もうそんなお客さん笑わないでちょっとなんか裏の笑いばっかり取ろうとしてる感じがあったから、俺が野田に、うん、当時ちょっと俺もちょっとなんだろう、ちょっと威厳があったから、はい、ダメだもん、そういう自分本位な笑いはずっとやんない方がいいよ。すごい怒ったんだ。そんなどれぐらい怒ったか分かんないけど、怒った記憶はあったから。はい。そしたら2020年 R1 グランプリ優勝したから、はあ、俺が怒ったからこう歴史がこうグーって動いて優勝になったんだなっていう風に言ったら、ツイッターで言ったら野田もその通りですって言って、こういう上司いますよね。なんか私が言ったから俺が言ったからってね、うんうん、でも野田はちゃんと認めた。ああ、そうなんですね。でも優しいから、15年間ネタ変えてない人に言われたくないです。ああ、そうだな、言うようになったなと思ってっていう野田が作ったゲームなんで、わちょっとね、ちょっと歪んだ感じの笑いかもしれない。いやいやいや、もう楽しみですね。これ一回僕もやったことないんで、うん、ちょっと初見なんで楽しんでやっていきたいと思いますので、はい、行きましょう。はい、ゲーム画面こちらです。ドン。ブロクズ。ブロクズ。ブロック崩してだから。ね。これも、これデッカちゃんだよね、これ。デッカちゃん。デッカちゃん。デッカちゃんだ。権利とかも今吉本だからいいのか。よし、行きましょう。はい、野田ゲー。すごい。ブロック崩して。インパクトあるな。説明からいきましょうか。説明。もうでっかちゃんって言ってんだ。でっかちゃんさんを操作してブロック崩しのボールを避けるゲーム。やればわかる。でっかちゃんを操作するんだ。へえ。簡潔なゲーム説明。残りで。わあ、ブロック崩してやる。邪魔しちゃいけないの、いけないね。ブロック崩しやってるですね。うん。ボールを避けてください。避けるの？あ、避けるんだ。おおお。あ、なるほど、わかりやすい。あ、もうこれは簡単ですね。うんうんうん。あ、もうじゃあこれは何？ブロック、こっちのボールは永久に
やってってくれるんだ。そうですね、そちらは自動で簡単です。ええー。でもなんか、あ、避けるだけだったら全然いけます。そうですね。おお、急に速くなった。でかくなってるよ。でかちゃんだよ。ヘッタちゃんだよ。すごい面白い。一回食らったらもう3機やるけど、バーバーバーってなくなるんだね。ドドドンってもう一回当たっちゃいますけど、一回ね、最初ゆっくりだけど、そっか、一回球が速くなったと思ったけど、ただ挟まっただけだったね。そうですね、もう早く見えましたね、うん、見えたね。あ、自分の手、これ邪魔だな。邪魔だよ、そうだよね、自分の手邪魔だよね。自分の手が邪魔に見えてくる。ちゃん、あ、ダメだ、これでもダメなんだ。あ、急に2回目からでかくなる。ちょっと範囲が難しいな、これ。ちょっと当たり判定が広いです ね、 広いだよね。意外とまとってるオーラが大きいんですね、デッカちゃん。オーラなの。あ、やばいやばいやばい、これ絶対当たったな。やばい。あひどいゲームだよ。ひどいゲームだよ。すごーい。いや、ちょっと待って、一回も当たんなければ、はい、ちっちゃいままだから。そうですね、わかったわかったわかった。なんかこのデッカちゃんだよってぶつかって、まだデッカちゃんだよって言って最後にヘッタちゃんだよって出てくるの、勝手に脳内再生されるからすごいですよね。頭いいな。当たり判定でも厳しかったのもびっくりだね。厳しいです、はい。結構まとってます、オーラを。ギリギリで避けようと思ったら無理だ。そうね、当たり判定笑っちゃう。お、早いよね、今早かったよ。早いですね、やっぱ早くなってるな。突然、わー、あ、でも見えない見えない見えない、手が、自分の手が邪魔。もうなんかこれ動き回った方が有利ですね。四角、自分の手が四角になってるから。そうなん、そうなんよ、うんうんうん、ちょっと、ちょっと画面もさ、ちょっとさ、あー、速くなった、また速くなった。うわー、いける、いけますよ、これでさ。あー、こっからだ。あおい、ふざけんなよ、お前。おい、なんだこのゲームよ。当たり判定どうなってんだよ。よし、行こう。ガラスのやつかと思った。さあ、あ、待ってください。どうした。これどうした。この画面内だったらどこ触っててもデッカちゃん動きます。なんだってのな。なんでそれを書いてないんだ。あぶな、あぶな、あぶな。だから手で野田さんじゃないや、デッカちゃんを触らなくても大丈夫でした。人物2人出てきちゃった。早くなった。でも難しいな。あぶな、あぶねえな、怖えな、怖え。なんでこんなゲームに話してんだこれ。ああ、諦めないで、諦めないで、諦めないで。まだ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 、いける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 。ダメだ、もうダメだ、もうダメだ。でかーい。うわー、ラストいきますか。わかった。え、これワンステージ目なのに難しいな。あ、見える見える見えるぞ。見えます。見える、こういけるいける。分かったと思うから。でもこの背景が真っ黒だから、うん、実はこの iPad の面に対してゲームがここ、このちょっとキュッてなってるんですよ。その分どこに手ついていいか分かんなくて。いや、もう当たり判定バカになってるんだけど。当たり判定終了。ヘッタちゃんだよ。これでもさ、俺はさ、この全部ブロックを崩し終わった後に、本当にそれ次のステージ行くのかっていう疑問なんだよ。なんか一ネタ入るかもしれないですよね、これだけ凝ってたら。もうここしかないんじゃないかなって俺は思っちゃう。あ、これが全てですか、もしかしたら。いや、すごいな、面白い面白いということで、はい、ブロック崩し崩して、ね、崩してブロック崩してブロック崩して皆さんダウンロードして。野田ゲームまだいっぱいあるんですけど、僕もこの他もう一本だけやったことあるんだけど、はい、
い。すんごい面白かった。いいゆるさ、なんかいいゆるさで、うん、ぜひ頑張ってやってみてください。はい、ということで本日ここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。いつもやったらやるじゃない。やりますね。もうやらなくていい。クリアするまでやるのかと思ってた。もうこれ無理だもん。無理ですかね。クリアできる人います？一回でも視聴者いっぱいいたら一回クリアしてあげてください。はい。その後何が続くか教えてください。